桜坂46、人気序列にいろいろと変化が。ミーブリ一時完売表にて、一時完売、田村、森田。完売がついたのは山下、山崎、藤吉、大園、村山、森屋、竹本、的野。これに対し反応は、森田村に続く一時完売面は天下林だと思ってたけど、しずきちゃんの方が早くなりそう。しーちゃんすげー。山下が5から20にはえぐい。もう3番手まで上り詰めたし、遅れて入ってきたのにすごいわ。早くて次にはもう一時全完売だろう。山下23もすごいが、村山0から5もすごい。初日に4部売り切れてるから選抜確定と思っておめでとうを言おうと思ったんだろうな。村山太田頑張ってるな。次こそは絶対に選抜に入れたいようだ。チュケすげ。これ井上みたいになる可能性ありそう。竹本は誕生日当日の一部一枠のみ完売ついたが、他の日はまだまだ予想できないですね。そのすごくね。自力で着実に上がってきてるよね。大園も山下もミーブリ行けばわかる。あれはすごい。レナはどうした？大園と盛り合ってミーブリだけ見たらやっぱり大園の方が人気あるよね。レナはミーブリ売り上げはなぜかそこまでなんだよな。それでもやっぱり森田村は圧倒的やな。完売すげーわ。今回のは選抜発表前のだからな。選抜発表とバックス全部終えて次回どうなるかが本番。